はい、じゃあね、今度はね、二股をかけられてしまいましたというね、女性のご相談にお答えします。まあ、これはね、男性の心理をお話しときますね。女性に浮気されて裏切られたとかね、それから、どうしても女の人が何か忙しくって自分のことを考えてくれないっていう時に、それがね、男性の不安になって、もしかしたら関係終わるかもなっていうふうに想像させるんですよね。でこれはね、自分に自信がない方とか、自分が何かをねものすごく苦労して手に入れた方に多い傾向なんですよ。だから二股をもしかけられたとしたらね、その男性は何かねすごく目標を持って明確に計画をしてそれを達成したことを繰り返した人なのか、それともいろんなことに不安を感じる人なのかってことをちょっと思い出してもらいたいんですよ。で前者の場合、計画を立てて目標を達成した方っていうのは、一つね、目標を達成するためにリスクヘッジをする傾向があります。これがダメだったらどうしようっていうふうにね、だからすごく緻密なんですよ。だから女性関係も、この人と急に別れ話になったらどうしよう、そのためにこうしとこうっていうふうにリスクヘッジをするんですよ。思い上がるんじゃないですか、ここまで言ったら。あのね、特にね、いわゆる世の中で成功者とかね、憧れられてる男性には多い傾向なんですよ、この二股をかけてしまうっていうのが。しかもそれがうまくいくんですよ。なぜなら目標を達成することに慣れてるからなんですよ。で、まあ、そういうふうにね、後者で言うと不安な気持ちを抱えてる方ですよね。こういう男性っていうのは、自分に自信をつけるため、これ後者の例ですよ、自分に自信をつけるために複数の女性に愛されようとする傾向にあるんですよ。自信がない方とかね、自信がない方はそういうふうにしますね。だからあなたが自信をつけさせてあげないといけないのに、多分忙しさにかまけてそれをしてないと思うんですよ。あなたのおかげですよとかね、何々くんと付き合えて私は本当に良かった、幸せだっていうことを多分言ってないんで、もしかしたら飽きられたのかなっていうふうに男性は思いますね。特に何か忙しいことがあって関係がちょっとね疎遠になったとか、デートがあんまりなくなったとか、お付き合いする中でもなんか知んないけども、最近こうちょっと疲れてるからごめんねって感じでベッドに誘っても NG 食らうとかになると、あ、やばいなと、これはちょっと他行かないといけんなというふうに感じるんですよ。これは結婚してても同じですからね、50代になろうが60代になろうが同じです。だからやっぱりある程度ね、相手の望む自分を、まあ、演じてあげるっていうのは、これどっちの立場から見てもそうなんですよ。機嫌が悪い時でも、あ、ありがとうごめんねみたいなことね、さらっと言えるのかとかね、ものすごくどっかで嫌なことがあってもそれを持ち込まずに、まあ、君のおかげだよっていうふうにね言ってあげれるのか、それとも黙ってねその人のためにいろんなことを用意してあげるような、そんな男性とかだったらいいんですけども、自分の不都合とか不機嫌を理由にですね、関係ないその付き合ってる女性にそれをぶつけたりとかね、男性にぶつけたりとかすれば、それは二股の原因になります。だから二股されるってことは、される方に原因が 100% ありますからね。でそれでもね、二股をかけない人ってのは立派ですよ。そういう方はなかなかいないというか、それを望むようだからあなたはモテないということになります。で、複数の女性にね愛されようとする心理がそういうふうに働くんですけども、一人の女性とだけ付き合うと、振られたらどうしようとか、その忙しさに全部持ってかれて自分がいなくてもいいんだっていうふうに思ってるんじゃないかなって思うわけなんですよね。だからそれは他の人とお付き合いします。それだから男性から女性に対してもそうだし、女性から男性に対してもそうなんですよ。だからね、二股をかけられる原因は、繰り返しますけども、かけられた方に全て原因がありますんで、相手をね責めないっていうか、責める権利はありません。でも責めちゃうんですよ。責めちゃったら、じゃあいいよ別れよっていう風に相手に答えをね出すことになるんですよ。ああ、なんかこいつめんどくさいな、自分の事情なんで分からずにこういう時だけ怒りやがって、誰の男になったつもりだよみたいなね、女になったつもりだよみたいになりますんで、あっさりと、じゃあ別れましょうっていう、チャンス、別れ話向こうから切り出してくれた、よかったみたいな感じで、ある程度ねバレるように付き合うと思いますよ。だからそういうのを狙って、じゃないですかね。ということでございますんで、二股をもしねかけられたと思ったら、あなたの人生が悪かったと思った方がいいです。それ以外ありませんというとね、本当にねまたね怒られそうですけども、すいませんね、こんな答えはしたくないんですけども、あれでしょ、なんかよくある答えを求めるなら私に質問しないでしょ。だから全部本音で
お答えさせてもらいます。じゃあ、いってらっしゃい。